モーターポンプ生産企業に納品を手助けするとし、1億ウォンを騙し取った容疑が一審で無罪と判断されたパククネ前大統領の妹イコール僕ムクゲレイ元育英財団理事長に控訴審で有罪が言い渡された。ソウル高裁は18日、詐欺などの容疑で起訴された僕前理事長に無罪を宣告した原審を破棄し、 懲役1年6ヶ月に執行猶予2年を言い渡し、1億ウォンの追徴金と160時間の社会奉仕を命令した。なお、一緒に起訴され一審で懲役1年6ヶ月の実刑を言い渡された牧前理事長の秘書客防止は減刑され、懲役1年に執行猶予2年を言い渡された。